はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。始まりましたね、新しいキャンプイベント。ステージ1はジバジンペイと。ステージ1はですね、毎回必ずね仲間になってくれてるんで、まあここはねあっさりと仲間になってくれるでしょう。さあ好物のねハンバーガーを与えました。まあ一応ですね、夏希キャラ4体とセンタージンペイでですね行きたいなと思います。まあただですね、ステージ1はね弱いんで、まあ夏希打つ前にね倒してしまうんじゃないかなと思いますけども、まあ今回でも初登場ではないので、まあ過去にねワイガクイベントやった方は多分ジンペイは持ってるよね。さあできればアイテム付きで仲間になってほしい。まだね僕技レベル4なんで、できればちょっとね何体か落として技レベル上げたいところ。さあお願いします。落ちないんかい。こんなこともあるのか、初めてか。まあたまにあるけどね。さあ今回のねスターティングメンバーはこんなパーティーでいきます。ウォーキングデッドファイナル、攻撃プラスサボり、顔が怖いです。ダメージを受けた時に技ゲージがアップする。そしてもう一体のウォーキングデッド、こちらも特殊能力持ち。マップの敵に対してねダメージアップダウンがあるんで、まあそこがねすごく強力かなと思います。そしてミストシャドウ、スーパーフィーバー、通常タイプ、ジバジンペイ、血を消し、今回の主役です。そしてコマさんもね連れていきたいなと思います。ポカポカパンチ。さあこんなパーティーでいきましょうか。このウォーキングデッドがですね、もう特殊能力で全てのまあ隠しステージとか除くんだけど、マップの敵に対してダメージアップ大ということで、デカプニを作ってね消してやるだけですごいダメージが出る。だからマップのね攻略に関してはウォーキングデッドがあれば、まあよっぽどのことがない限りねサクサクといくんじゃないかと思います。魚さん顔が怖いよね。さあレベルもね上げていきます。育てていきます。さあポンコツゲット、技レベル上げていく。さあ行きましょうか。おシャドウコアが降ってきた。ミストシャドウはねまあ確率なんだけど、シャドウコアが降ってくるとまあすぐにね技がゲージが溜まるんで、まあ必殺技が打てるということで非常に強力です。さあサクサク進めていく。まあでもねディープシャドウギャラクシーこっちが欲しい。 0.5% 確率アップしてないんでちょっと厳しいかな。さあお助けいきましょうか。おはじきバトルの攻略はですね、まあ、イベントの前半はお助けメインでね行くといいかと思います。お助けはですね使う元気が半分で済むんで、まあフレンドとね助け合うとまあ半分の元気でいけると。であとはねお助けパワーを貯めてですね、早めにね獲得ワイポイントアップとかねレベルはねマックスまで上げるのがいいかなと思います。2500、ウォーキングデッド強えな。やっぱ特殊能力は持ちキャラは半端ないよね。SS ランクでもダブルゼータよりはるかにねダメージが出ます。さあそれではねお助けパワー交換していきましょう。おすすめはですね Y ポイントアップ、これはね優先してあげるといいと思います。あとねダメージアップもなかなかね効果あります。まあでも最初のうちはね敵が弱いので、モヒカンゴロウレベル2通しました。さあサクサク進めていくぜ。まだまだ長いです。とりあえずだからレベル40まで倒して、まあ特攻キャラをねゲットしてメガモヒコングに行く、まあそんな作戦かな。
今回ねウォーキングデッドは2体ゲットできたんで、モヒカンゴロウについてはまあなんとかね戦える状態かなと思います。ただですね、メガモヒコングに対する特攻キャラがまだゲットできていません。なので、まあ、モヒカンゴロウがねどれくらい強いのかっていうのは微妙なんだけど、まずはそこを目指してねやっていきます。もしくは途中確率超アップとかが来れば、そこで DS ギャラクシーザ・ホームあたりをねゲットしてワンチャン狙っていく。さあレベルもね上げて育てていきます。モヒカンゴロウいきましょうか。さあ次はウォーキングデッドファイナルの方のね力をちょっと見てみましょうか。こちらは SSS ランクなんで、まあ、同じね活躍度中なんだけど、ウォーキングデッドよりはダメージ出るんじゃないかと思うんだけど、どうなんだろう。まあプニの配置にもよるけどね。2577強力です。そう、絶好仮面がパーティーとしてはですね、今回不気味っぱでやってます。で絶好仮面はですね、不気味の種族効果アップがあるので、まあそれで入れました。さあ、お、元気ドリンクゲット。結構落ちるね。お助けでですね、まあ結構元気ドリンクがゲットできるので、まあ序盤はですね元気ドリンク稼ぎながらいきましょうか。さあ今回やはりレベル9まで倒して Y 覚醒リトルコマンダーということで、まあ難易度は結構高めなおはじきかなと思います。まあその分元気ドリンクのドロップ率を上げたりだとかで、まあ若干難易度調整はされているのかなっていう気はするんだけど、どうなんだろうね。レベル9はおそらくえぐいよね。だんだん強くなってくる。いつもですね、まあ、レベル6あたりから特殊能力持ちキャラがないとですね、もう全く HP ゲージ動かない状態になるんで、やばいです。さあ、メガモヒコング。レベル1、倒しました。さあ、お助け、いきましょうか。レベル11で、HP900、 そしてミッションがつきました。これはちょっと特殊能力持ちキャラにミッションがついたんで、相当ダメージが出るんじゃないでしょうか。配置的には、まあ、普通の配置。ミッションクリア。おお、3921ワンパンです。やーべえ、ウォーキングデッド。だからこっちのゴローちゃんの方はまあ比較的今のところはですね、まあ余裕があると。まあだんだんでも強くなってくるんだろうな。さあ、お助けパワー400ゲット。大経験値玉。さあ今ね、モヒカンゴロウレベル4。さあ行きましょうか。今回このウォーキングデッドがねむちゃくちゃダメージが出る。とりあえずガチャからねこのウォーキングデッド2体引いたんで、ウォーキングデッドに関しては技レベルはねマックスまで上げました。ミストシャドウがダメージ的には14000。ウォーキングデッドはもっとすごいんだよね。5万近く出るからね、やばいよね。さあ167ワインマネーゲットです。さあメガモヒコングレベル9いきましょうか。パーティー的にはですね、僕は特殊能力持ちキャラ持ってないんで、まあ種族相性的には不気味か薄ら影がいいんだけど、まあ薄ら影の方がねダメージが出しやすいかなと思います。一応僕の持っている最強薄ら影パーティー、種族効果 58%、 そして黒い妖怪ウォッチも使っていきます。さあそしてミッションが乗って444。やべえな、レベル9 HP が59万9000。
9000ということで、まあ、相当やばいよね。まあ、エイリアンイベントのおはじきの時よりは HP 低めなんだけど、それでも59万。これを30分で倒すにはやっぱ特殊能力持ちキャラはいるでしょう。やばいです。 HP ゲージがピクリとも動かない。これでもランク Z のパーティーなんで相当攻撃が7900なんで相当強いはず。このゴリラ、まあでも初日にもうレベル9も早いよね。だからレベル9を倒すと、まあ目標であるね Y 覚醒リトルコマンダーがゲットできる。さあこれでどうだ、トータルダメージ。まあおはじき的にはね相当頑張ったんですけども、28059万もすげえな。これはちょっと30分は厳しいぞ。このゴリラ281ポイント、まあ、ちょっとね頑張っていきたいなと思います。さあモヒカンゴロウ13倒しました。